北に孔明は、日本の実業家。石川県金沢市出身。武士ロードグループの創設者で、2020年6月19日時点では、武士ロード代表取締役会長を務め、2021年6月時点では、t c g 本部の本部長と、音楽本部の本部長を兼任している。また、武士ロードの株式の多くを保有しており、資産管理会社。 株式会社中の坂上、親族、銀行信託の間接出資を含めると、出資比率57.22%となり、株式会社ブシロードの支配株主に位置づけられている。ブシロードの支配株主として、グループ参加のプロレス団体、新日本プロレス、スターダムのオーナーとしても名が知られている。他、グループ会社の取締役も務めている。 ブロッコリー代表取締役の初代社長、有限会社、中企画の地の株式会社、ブシロードグループパブリッシング代表取締役社長、新日本プロレスリング株式会社取締役会長、ブシロードメディア代表取締役社長、ブシロード代表取締役社長、ブシロードミュージック代表取締役社長、ブシロードミュージック,ブジックパブリッシング代表取締役社長、 武士ロードムーブ取締役会長などを歴任した。武士ロードレスリングなどでは、キッダーに男爵名義での活動も行っている。西陵高等学校、武蔵大学経済学部卒業後、1984年、山市証券に入社。アメリカ勤務などをこなす。同世代の勉強会である、東水会の初代会長。同僚に、相川淳太がいた。 1994年山市を退社。同年3月25日、ベンチャー企業のブロッコリーを設立。当初は、イベント運営を主な業務とし、1994年から1998年には、同人誌即売会、コミックキャッスルを開催。1996年には、キャラクターグッズ販売店ゲーマーズの1号店を開店。 DC マーケットのキャッチフレーズを掲げ、キャラクタービジネスを中心にアニメ、ゲームなど、多角的に展開した。1998年に始まるレジキャラットのヒットで、業績を伸ばし、2001年には、ジャスダック上場を果たした。しかし急激な事業拡大がたたり、2000年には、赤字転落。2003年に、宝の支援を受け参加に入った。 2005年5月26日、北には社長を辞任、代表取締役社長から代表取締役会長兼最高開発責任者となり、コンテンツ開発機能の強化を行うとされた。2006年10月19日、ブロッコリーの代表権を返上し取締役会長、最高開発責任者となり、経営は現経営陣に一任し、企画開発。 プロデュースに専念するとされた。2007年4月26日付で、取締役会長、最高開発責任者を辞任、自ら創業したブロッコリーの経営から完全に離れた。2007年5月、カードゲーム商品等を手掛ける会社として株式、会社部ロ労働を設立、代表取締役社長に就任。社名の由来は、 ブロッコリー時代に自ら手動で企画しながら諸事情で映像化が果たせなかった熱風海陸武士ロードにちなんでいる小説版の執筆や世界観設定監修を担当していた吉田正は2004年にすでに他界していたため吉田の両親に対しどうか新会社の名に 自覚の作品名をくださいと直接相談し、了承をもらった上で命名している。2012年1月、自身が所有する、ブシロードグループパブリッシングを通じて、ユークスから新日本プロレスリングの全株式を5億円で取得した。それに伴い、谷口幸則の公認として、新日本プロレスリング取締役会長に就任した。 2012年2月には新日本プロレスリングより第三者割当増資を引き受け発行済み株式23.3%を保有する株主にもなった。なお、2013年9月24日に会長を辞任を発表し、以降はオーナーとしてバックアップに専念することを宣言している。2013年12月31日、社名の由来となった。 熱風海陸武士ロードが特別番組としてテレビアニメ化され、北ににとっての10年越しの悲願を果たした。2014年8月より武士ロード TCG を呼び、日本のエンタメを東南アジアや世界に広げるため、3年ほどシンガポールを拠点に活動する予定であるとした。2016年、内藤哲也が、 IWGP ヘビー級王座ダッシュ以降何かと、リングの上やインタビューなどで攻撃のターゲットにされている。2017年10月20日に開催される株主総会において、ブシロード社長の座を折り、代表権も返上。1、取締役としてデジタルコンテンツ部本部長、広報宣伝部部長。 並びに子会社である、ブシロードミュージックの代表取締役社長に就任し、コンテンツ作りの最前線に着いた。その理由として、北には役員クラスとなると、どうしても現場から離れがちになる、ブランドと半券と流通力がない会社は、役員クラスが現場を熟知する必要があるとし、徐々に、 自分自身から更新へとバトンタッチさせていく意向も明らかにしている。2018年3月31日までで、戦術のシンガポール上中央へ、日本を拠点に戻し、本格的にものづくりに力を入れていくとしている。なお、社長の座は降りたものの、戦術の通り、支配株主として実質グループオーナーの地位に残っている。コンテンツ作りの最前線で、 一定の成果を出せたこと、また新型コロナウイルス感染症によるリスク回避のためこれまで以上に確実で迅速な経営判断ができる体制強化することを目的として2代目の株式会社ブスロード代表取締役社長についている橋本義方をそのままに新たに北にが代表取締役会長に就任したメガネスーツ73分けが トレードマークでイベントやラジオ番組によく出演する。家族構成は妻と一男二女の3児血液型は A 型。2012年4月9日に行われたダルビッシュ有のデビューマウンドでもあるアメリカ大リーグのシアトルマリナーズ対テキサスレンジャーズの試合の始球式を務めた。これはブシロードが2012年からレンジャーズ本拠地である。 レンジャーズボールパークインアーリントンのバックネット裏広告を展開したことによる。趣味はプロレス、特に WWE とプライドのファンで時間を見つけては海外まで行くほどである。主語であるが大の甘党でもあり、特に和菓子、チョコレート等が好物である。赤、堀里と進行が深く、月刊コミックブレード2012年11月号より連載された。 業界人伝人間人の間は、面白く生きる、北に孔明物語では脚本を担当している。長島ジエをつツユーイチと交流があり、2010年には、北にの誕生日パーティーと長島の総公会が、合同で開催された。武士郎ドレスリングでは、黒の帽子や仮面で正体を隠し、キッダーに男爵を名乗って、リングに登場することがある。 プロレスの試合中はセコンドを務めているが、相手側陣営から、あれ、北に社長だろと指摘されることもある。自身が企画を担当する、ヴァンガード TV においても、いつも通りの衣装で北にとして出演することもあれば、正体を隠して、キッダーに男爵として出演することもあった。同番組中において、レギュラー出演者の森島修太より、 北にとキッダーニ男爵が同一人物であることが明かされた。新日本プロレスでは、北に会長としては登場するが、キッダーニ男爵は、本工業では一切登場しない。元プロレスラーで、文部科学大臣の長谷博史を、2016年春に開催された、東京ドームでのミュー S ファイナルライブに招待している。2010年、 シャーロック・ホームズ博物館にて2010年11月、アニメフェスティバルアジアにて2010年11月、アニメフェスティバルアジアにてレギュラー出演ゲスト出演。ありがとうございます。